旧ッサム住宅は兵庫県神戸市中央区にある偉人館。設計は主営邸や門庭など数々の偉人館を手掛けた AN ハンセルと言われている。春工は1902年。広大な日本庭園を望む南側ベランダは1階がアーケード式、2階がコロネード式で屋敷の外観上の特徴になっている。明治時代の偉人館の特徴を伝える。 名建築として評価され、1961年6月7日に国の重要文化財に指定されている。南正面1902年に神戸市中央区北野町2丁目の旧ドレウェル帝北側にインド系イギリス人貿易省 JK ハッサムの邸宅として建てられた。1961年に当時の所有者である神戸海峡寺院が神戸市に寄贈し、 1963年に元町の山手にある相良園内に移築保存された。1995年の阪神・淡路大震災では、レンガ石の煙突が室内配前室に落下するなどの被害があったが、修復され現在に至る。落下した煙突は震災の記録として前提の一角に展示されている。前提に立つ日本のガス灯は1874年頃に、 旧居留地のが愛盗として設置された現存する日本最古級のガス島である以下の物件が国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。